はい、それでは始めていきましょう。第154回ギャフゼロニウム紅白戦スタートします。何回いえ、おじさんなんか言ってくれるのかと思ったけど、ごめん、普通何回か分からなかった今。それでは、始まりました154回です。これ何、これはこの後の配信の、収録配信ね、をする予定です。なるほど。ということで始まりました。今日、今週は真面目にやっていきたいと思います。はい、いやけどなんか先週の動画見ましたけど、はい、まあ、なかなかいろんなコメントをいただけて、はい、ね、先週の100円まだね、さっき払ったっていうさっき200円で払ってあげた、ね、俺も気づいてなかったっていう倍付けだ。はい、はい、ということでまあ見ていきましょう。はい、はい、ワンピガーがリョウジさんで、ツーピガーがイオさん、はい、でございます。ワンピガーの方あまり見ないような方ですよね。いや最近というか、いや結構来てます。あ、そうですか。僕は来てなかっただけですか。一応まあおさんの方が来てないんじゃないかな。そうか、アンピー側、まあ、はい、両対ユリ、この試合俺はやっぱりユリが有利なのかな、ね、素人考えですけど思ってます。出産的にはどんな感じですか。ではなんとも言えない、いい勝負だと思うんですけど、なんか前に行けなくないですかユリ。まあ、確かにそうですね。ここの打ち合いになったらどうしても両の方が早いっていうのもあって、腰も結構いけるんで、でも両側は大スラッシュの上になきゃいけないっていうのもあるんで、こう打つには、まあまあ昇竜ミスった。あそこで昇竜が出ていたら、あ、いやまあタイムオーバー。あそこで今昇竜が前 A かなんかに化けて、まあ、そこで昇竜が出ていたら体力多分逆転できたんじゃないですか。そうね、ちょっと危なかった。はい、おさんなんかおとなしいですね。そうでしょう。やっぱ30を迎えてもう、ね、クールに生きよう。なんか違和感があるんですけど残念ながら30を迎えてちょっとね、あの落ち着きを取り戻そうかと。取り戻す。おさん、そうですよね、もうついに来ましたね、こっちの世界に、ね、行ってしまいました。私もてか早くないですか。本当早いですね、年を取るのは。ということで、まあ、ちょっと試合の方に戻りますけど、はい、ユリ対ウラシェル、俺はまあこれはユリ優だと思ってますもん。あ、これはさすがにって感じしますね。しゃがんでるや2段目が当たんないんですよね、シミュレーラーさん。当たんないですね、ユリは。まあそれもあるし、やっぱり大スラッシュがあるせいで、まあとはいっても、あのなんだっけ、あの、まあ、設置に当たりそうな気がするんですけど、うん、後半が。あー、これは芝居と飛びが噛み合って結構減る。もう一発。これは苦しい、かなり苦しい。暴れは通るも、その後が続かなかったが、まあ、ドス。あれはもう、まあ、一応何やっても一応死ぬ状態ですよね、理論上は多分。そうですね、山崎側としてはもう光ったの見て、あとマイク D くっくりゃいけない。そうですね、投げにしてみたいな。というので、まあ、地方戦、山崎対浦健介、これも一見あまり見ない試合ですけど、どちらが有利かっていうのは結構つけづらいような、どうなんだろうね。難しいけど、なんかやっぱ状況によってすごい変化しそうですよね。そうですね、懸垂側としてはもう無理をしない立ち回りをすればいいだけっていうのもありますしね。無理をしなきゃいけなかったら多分山崎に有利がつくような気がします。それはありえそう。でも無理しなきゃいいっていうんだったら、もうなんかもう一生遠距離大キック振ってるだけでもいいよな。確かに。あれにあんまり山崎がさせる技がドス。あれまだ強いっすよね。でもあれ強い、まだに一応弱くはなってんだけど、まああんま変わってないよね。何が弱くなってるんですかね。なんか持続っていうか、なんか短くないですか。出た後っていうかなというか、関係なくないですか。まあ関係ないです ほとんど。これは粘れるか。粘った素晴らしい。大将戦までもつれ込む。だがしかし山崎側にはゲージじゃない、体力がない。ゲージはパンパンだけど、そうね、ここで初コンでもさせればってところだけど、でも初コンさせてもまだ殺しきれないから、予算側にも4ゲージ、むしろ予算側の方がゲージがあるという、かなり苦しい状態。苦しい、これは苦しい、これは相当に苦しい。何かなかった。ちょっと苦しかったよね。はい、ワンピン触ったのはヤンジローさんです。ごめんなさい、わかんないけど、ちょっと久しぶりな感じがしますけど。あ、そうなんですか。キャラガチっすね、かなりオーダーガチっすね。はい、色も
ナルトさんのカードですね。はい、リスペクトですかね、これ。はい、ラウンドでも先方かすみちょっと珍しいですね、この頃にしては。昔は結構先方かすみって言いましたけど、はい、今はやっぱり先方に どうしても軽出しを置くのが主流になっているような気がします。そうですね、それに対してやっぱかすみが苦しいからすごいコンボが入ってしまった。もう半分ぐらいないんだけど、うん、投げ暴れ、まあ、画面中央でまたねイチャイチャしてますね、はい。おじさん、はい、全く関係ないんですけど、俺ちょっと風邪気味っぽいんで、はい、おじさん頑張って喋ってください。大丈夫です、俺も風邪気味なんで。あ、そう、今日ね、そう、それでマスクして場所にいたら、まあ、モアさんが来て、うん、モアさんがいきなり、いや、ショキさんが風邪ひくなんて、てんてんてんみたいな、てんてんてんみたいな。多分ほとんど何も考えてなかったと思うんだけど、よくよく考えると多分バカは風邪ひかないっていうところから、確かに、確かに、すぐさん、なんでこういうのっていうのだと思って、それね、深読みしすぎって、疑心暗鬼。俺この頃、日暮らしのパチンコばっかり打ってるんで、あの疑心暗鬼って言葉に敏感なんですよ。いや、なんか、うん。いやね、日暮らしはやっぱり面白いしは、まあ、パチンコじゃなくても、まあ、俺もやりましたよ。アニメもちょっと見たし、ゲームもやりました。やっぱ面白いし、日暮らしは。海猫ばっかりでしたけど。まあ、そのぐらいはいはい、試合の、はい、はい、でも先方戦勝ってるのはユリが勝っている、はい、イオさんが勝ってますね。フラッシュ絡むってところに、はい、まあ、最大ではないけど上級リードと思ったけどしっかりしてたけど、あーでも2段目にしっかり出る前にダイパン前を差し込む、これ結構難しいんですよね、俺の中では。あ、今今日だった、今日はダイアッパー相手だって、イオさんは前 B をガードしたところにあそこ入れようとしてたんで、確かに難しいよね、はい、俺なんてもはやダイパン前アインシェルがもう難しいですからね。そこ難易度ですよ。あっと、あーヒートを使って、まあ昇竜パナシでしょ、あれは。まあ、相当いい勝負になってますが、はい、相当、あーだって投げになっちゃった、よくある。そうですね、前を入れようとして前に入っちゃいましたね。そうですね、あと今なんかほんのちょっと離れてた気がするから、やっぱちょっと踏み込まなきゃいけないと思ったのかもしれない。うわすげえところで大勝利だった。さあお互い転がってお互い深い読み合いがある。グッドバー当たってよ、はい、やーいったー、下段を透かしつつ、多分削り予定だった気がしますけど、そうですね、削り圏内と踏んでのもう勇気を持ったよ、ファイヤーが、はい、うまくいい具合、なかなか絡めるの難しいけどね、あの状況だと。あの状況結構、うわすげえ、なんだあれ。さあうまく落としていく、ここでまあほぼネームレス側が無傷で勝てれば状況はもうほぼ五分みたいな。もうそうですね、むしろっていう感じもしなくもないですけど、あーこれは3ゲージ対4ゲージですね。でもまあネームレスのバッカー力かキングアの安定した立ち回りか、どっちが上回るか、ね、見ていきましょう。キングアは半分しか減らないからな。うわー大勝利、あっ、あー3段それだけ、ゲージを1本入って、ゲージは5分、体力もほぼ5分、あー発動してるか、いやこれはまずい、ゲージがなくなった。トルネルキックフォローして、フォロー、まあ一応フォローみたいな感じじゃないですか。はい、グー、ゲージはもう圧倒的にネームレスよりだが、体力差が若干ある、若干、でもこんな体力差関係ないもん、確かに関係ないですね、そんな関係ない、うまい、上見てる、あこれは全然わからない、あっ、ロウリュウ、螺旋、打っていくわ、ガキャン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 って死んでた、ガキャンができなかった、ガキャンが、おですよね、もう一発ガーキャン、ガーキャンしてください。今のはもう飛んじゃってたのかな、どうなんだろう、どうなんだろうね、飛んじゃってた、はい、お願いします。ということで、まあ次側に座ったのはおなじみね、はい、まあ、キューさん、キューさんですね、ナイキャラ近いと見せかけて、なんかすごい用心棒が後ろで、あの、ね、勇ましいですよね、もう勇ましい顔立ち、あれやばいよね、はい、だいぶ来てるよね、今の顔、もうやってやるぞっていう顔してますからね。だいぶやる気満々な顔してたからね、今裏ロバートが。では先方目線で見ると、はい、お、強シリーズ、一転チームが変わって強シリーズになっている、ね、この試合意外とダルフがめんどくさいという、そうですね、だいぶ足払いとかめんどくさそうだけど、足払いってやっぱりね、キャンセル75とか、あー、めんどくさいんですよこれ。で
くいいコンボが入る。画面端最大コンボが減る。え、あれ闇笑いより減るの。いや、どっちも多分そんな変わんなかったと思うけど、ダメージ的に。なんか闇払いの方がちょっと減るイメージがあるんだけど、どうなんだろう。わかんない、俺このゲームあんま知らねえから。すぐそれで、まあ、しっかり3ドット削って、はい、ね、ラルフを、ね、先方の今日ワンの方で、まあ、倒していきましたと。なんだこれ。おさんどうですか。やっぱおさんはなんかそういうの向いてないじゃないですか。はい、先生のグッてるのは。はい、自分でもちょっと思っちゃいましたよ。で、まあ、でもね、この試合、はい、打ってかもう、あ、厳しい。つうか、厳しい。ヤンバライが弱すぎる。もうちょっと強くてもよかったかな。まあ、ほんのちょっとだけ、確かに。もうちょっと発生と隙が、発生早くて隙減ってりゃ、まあよかったかなぐらい。むしろさ、発生遅いんだから隙少なくてもよかったよね。あ、それはそうかもしれない。確かに。すごい隙あるよね。裏から強パン、でも何もできない。なんかもう、あー、すげえこのキャラ。あの体力バーの横の裏ロバもかなり勇ましく見えてきましたね。俺もね、食さんが言うね、思ってた。ちょっと前に思ったんだって言おうと思ったら食さんに先に言われたからね。キリっていう顔してるよね。さあ、裏ロバが攻撃が強い。なんだこのキャラ、死なないなあ。ジャンプジャッキック、まあ、昇竜ぐらいだったら食らってもいいや的な。大将戦、この試合、まあ、やっぱり裏ロバさんね、もうやる気満々なんでしょうね。もうゲージも満タンですからね。はい、強すぎるこのギャラ。おっと、前指、うまい、しっかり見てる。大空、あ、危ない。あれどういうコマンドですか。あれ真空竜巻、真空ハードキックだもんね。さあ、これは流れが。でも追加のやり方知らないけど、スイカなんかね、ガチャガチャしてたらたまに出るんだ俺。なんかキックボタンなのは知ってんだけど、ガチャガチャしてたら勝手に出るたまに。なるほど、まあそのじゃあまあ波動そうかなのかな。でもね、なんかね、ガチャガチャしすぎてたまに燃えろーって初段が当たって次でボスって。相当安いからね。あーし、裏から。安い、安いじゃない、安い。安かった、結果的には。あ、しかし体力は5分ぐらい。一気に5分になった。これどうなんだろうね。うもう共通が今ゴムの状態だったら、対空にしゃがみ強パン使ってもよかったのかもしれないね。相打ちでもいいから。なるほど、しゃがみ強パン減るからさ。確かに減る減る。お互い落とし合って生発動、生発動。これはもういつでも導火線に火がついている状態。そうですね。あー、怖すぎる。うわー、あー、禁止のモーションが見えてた。これどうなんの。あー、残った、残り10秒。さあ、共通はゲージがないので、あー、裏から探し、あれカラキャンか。いや、一応何でもキャンセルかかるじゃん、あの技。じゃあお願いします。はい、2ピンモノノフさんです。最近違うゲーセンで対戦したんですよ、モノノフさんと。え、違うゲーセン。いや、なんか目が輝いてますけど、どうですか。いや、おんさんには教えたくないさ。一応聞かせてください、どこですか。いや、池袋です。いや、さあ、なんかすぐそうやってさ。いや、なんすか、すぐそれで暇があったらさ、巡回で違う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 、パトロールに行くんだから。ほんと悪いやつだ。違うんですよ。いや、池袋、うん、なんか、まあ、13はもうないんだけど、ゼロネームもなんか、まあ、はいはい、一番多分有名だった、まあ、店が1台しかないし、厳しいのかなと思ってたんですけど、その隣の隣ぐらいにあるゲーセンがですね、2台あって、毎週金曜日がね、すごい人が多いみたいなんで、金曜日のところ、金曜日に行きました。厳しい、なんか調子が見たな。まあ、お近くの方はぜひという。いや、でもね、俺さ、はい、そっちは知ってんすよ俺。なんすか、そっちの悪いはさ。いやいや、なんすか。昔さ、ゼロ2M がさ、全盛期だった頃にさ、はい、池袋に、はい、まあ、巡回に行った時にさ、まあ、某大引さんと、いやいやいや、巡回に行った時にさ、いや、練習しに行ったんですよ。サワリに行ったポンザがいて、はい、ここはダメだと。いや、いや、あんまりやっぱ並んだり、ここはダメだと人が結構いるからですよ。
カルでやってや俺も無事では済まないとそういうセリフを残してなんか別のゲーセンに行ったっていう噂を聞いたんですけどいや別のゲーセンに行ったことは事実ですけど、でもこう彼とやっては、俺も無事では済まないと。だいぶね話がもも盛られてる気がするな。盛られてないでしょそれ。わかんないんだけど。盛られてないでしょ。俺もそこら辺よく覚えてないんだけど。何言ってるんですか。盛られてないからね。はい。で、チャイノは中堅戦です。ですね。これ俺なんかよく思うのはこの2キャラってどっちが強いんだろう。両方難しいよね、相手によると思う。あ、総合的に見るとまあ近いのかな。まあどっちが強いかって言われたら、そうだな、難しいよね。難しいよね。用途が全然違うじゃん。もう確かに。さばくか、押す、あーそうだね、攻めるかが、攻めるか。で、ジョンが大将なのが、モノノさんが、おっとこれは使って。さあ今よくめくりならずガードしてるな。確かにガードしましたね、よく。さあ2段目は当たらない。苦しい。てか、あの遠距離で強すぎるんだけど。なんだこれ、98みたいになってるぞ。さあしかし、押しているのはモノノさんか。中段から。うわー、強気。もうさ、あの弱小竜、はい、先端ガードさせた場合さ、すげえ隙ないよ。あー、ないないね。走り込んで強パンとかまず無理だった、よりで無理だったから。あー、じゃあ大体のキャラ厳しそうだ。野物さんが取り返して、ここは大将戦。誰だ今日に。ゲージはジョンフン側、立ち回りも若干ジョンなのかな、やっぱり、うん、そんな感じがしますね。うわ、ん、熱い。内回りもジョンフンっぽいね、やっぱり。でも左の人バカ火力がある。確かに先ほどのあ、これはあ出ない。アッパータイク。さあしかし、あー、また足払いが燃えてしまうと、ワンピ側が、ペロさんです。これさ、いつも思うんだけどさ、はい、すげえよな、本当に。何がすか、人の名前覚えてるって。いや、俺結構怪しいところはありますけど、これもう、ね、さっぱりなんだよ、本当に。モンさんはそうやって人に、そのやっぱもうちょっと興味を示さないとダメだと思うんですよ、やっぱ30になったことだし。どういうこと、人に興味を示せっていうのは。なんか俺、何、人に興味がないみたいな。やっぱり良くないですよ、俺さえ良ければいいんだっていう、そういう。いや、やっぱりまあ確かに3次元の方にはちょっとあれだけど3次元の方には興味ある。ないどういうの見ていきましょう。はい、ペロさんと、モノノさん、表ロバートとベリボワード、この試合どっちが有利か。ああ、どっちだろうな。俺は表ロバートだと思ってたんだけどな。でもそんな気がしますけど、激しい。すごいな、今。やっぱりライジングがしたためのせいで、どうしても前を多めに食らってしまうようなイメージが。確かに、それに反応できない。昇竜だったら結構違ったじゃない？ん？あの、コマンドが昇竜だったら。だったら何？ライジングは結構違わない？全然違う。違うよね。全然違う。それだけで結構上がりそうだよね。上がるかって言われたらどうだろうって話だけど、まあまあ、その最上位とかは無理だけど、でもダッシュライジングとかできるからね。うん、でかいよね。さあ、ここはガードしている。投げ減るな。ガードダーン。なんで投げ減るんだろうね、このゲーム。このゲームっていうか、テリーボガードだけ。無印もそうなん。無印も、いや違う、あ、UM だって UM のテリーの投げえらい減るじゃん、うん、なんか D 投げとかも力強いじゃん。もういや、無印かそうなのかなと思って。違う、無印は違うんじゃない。ああ、じゃあなんか意図的なものがあるんだ。いや、ちゃんと作ってくれよ的な感じいや、そうなんだ、どっちなんだろう、わかんないけど、ね、ダメージ調整そのまま持ってきますよ。間違えちゃいましたって言ってるみたいな。どうなんだろうね。さあ、ここは、モノさんが味方している状態、しっかり落としていく。ジムタックル、前は暴れられる。い
だがしかしまだ粘れるぞ、まだ粘れるぞ、まだ粘る、まだ粘る、まだ粘る、ここは10秒ぐらいか、11秒、しかし10秒台は体力回復が相当少ない。いや粘りました、相当もう、まあそうっす、あっあっと流行しっかり見ていた、これはさすがに終わる、さすがにもう、しかしあのマックス流行減らねえよな、表の方が減らないのか、減らなくない、多分減らないっぽいよね、なんか力強さが足んない、足んないね、はい、試合の方始まってますが、1P 側が、小島なつきに推し変しました。あれ、小沢は AKB 分かる？いや、全く興味がありません。なるほど、3次元なんで、さすがにやはり3次元、3次元は無理です。まあ俺も分かんないですけど、とりあえず推し変したということで、あれ、また一転して左のチームがいきなりすごいチームになっている。激しい、アルミを見て取られる、よくあるよね。でもあれある、俺よく漏れる、うん、俺もね、ついつい毎年こすっちゃうからさ。うわ、うまっ。あ、ちょっとモノノさんが、あんなの前だいぶ覚醒してますね。なんかリバダイに対して大キック、あ、打ち上がったところにボディが透かしてオルスの2段目だけが出る。あ、そうなんだ、うん、そんなことやってます、はい、何が通って、あ、逃げ切られない。さあ強制ダウンからガードが硬い。こんなのになっちゃった。今度はしっかり、あー、キャッパキャンも出ずに、当たらない。でもさ、共通の奈落ってさ、本当にパワーを感じないよね。あー、そっか、一応あるんだよね、やっぱジャンプ D が力強すぎて、あんまり使い道がないのかな。いやね、奈落絶対薄いよね、判定、うん、薄い気がする。共通は、共には、うわ、うまっ。これはしっかり3段、3段だ、はい、4段当たるかと思ったけど、これ4段と3段の見分けは全然つかないんだよね、自分でやって。うん、なんか怪しい時は本当わかんないよね、自分でも。あ、一応その怪しい時はその地上でずらし、3用にしてずらし押し A と B、 なんか地上保険がかけられるんじゃなかったっけ。よくわかんないけど、3段になった時にそのまあどっちかが出て、だから両方のタイミングで両方押すみたいな、なんか説明が下手くそだけど、ありがとうございます。どうでもよさそうだ。ここは削り切る、削って、最後ジョンフン対ネームです。俺に敗北はない。この組み合わせどうなんだろうな、本当に。まあ、結構めんどくさくないですか、ね、でもさ、もう上辺の右上の顔とかってさ、もうなんかやる気な、もうなんかやってくれる感じがするじゃん、あの顔。まあ確かに、まあそれはお互いそんな感じしますけど、みんないい顔してるよね、あの体力バーの横。ネーム若干自信がなさそうとかださ、横向いてなんか自信がなさそうとかいけっかなみたいな。ワンチャンあるかみたいな。上辺なんかあの見て、あの自信に満ちあふれた顔。確かに。あ、これは決まれば多分終わる。が、決まった。決まった。減ったな。じゃあ、あ、はい、お願いします。なんか QZ さんが言ったんで、とんかつさんに代わってもらいます。はい、おさんですか。はい、おさんです。まあ早いんじゃなかろうかと。そんなことないか。まあなんか。本当に言っていいのみたいな自信満々のなんかコメントを残しながら席に座っていきましたけど、はい、で、あれなんですよ、はい、指針なんですけれども、はい、今週末新潟に行くので、
14、15人。トンカツさん、はい、今月、はい、なので新潟勢の方は遊んでください。なるほど、新潟勢の方は前来てくれましたからね、こちらの方に。ほう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 、なるほどなるほど。さて、おさんの方のキャラはイオリ、リン、ダイモン。はい、なんか先ほどのジャイで楽しそうにやってたこの3キャラですね。おさんダイモン好きですよね。おさんダイモン好きというか、なんか本当ね、合いますよね。陶芸好きですよね。ああ、ああ、よく決まるところだった。さあ、片やワンピー側は、私はよく昔見た顔ですが、はい、名前が変わってるんですけど、ほう、小島夏樹に、推し編しましたさんです。なるほど、推し編ということはもうアルファベット3文字のあたりですかね、はい、ぽいです。はい、なるほど。あっと、前 A が波動 A に化ける。さあ、おじさんの老害力の高いイオリが初手を制して中堅で出てくるのはかすみちゃん。さあ、勢いがなんかすごいですね、おじさんのおじさん、あれっすよね、結構この押し方、押しと引きの駆け引き上手ですよね、はい、あ、そうですね、本当に残念ながら、はい、残念ながら、おじさん風に言うと残念ながらそうなんですよ。あと俺、青い花の刺し方うまいと思うんだけど。あ、そうですね、なんか本当出し方といい、すごい嫌なところで打ってくる。そうなんですよね。さあ、これはいやらしい固めでスパギャンからダメージを取っていく。さあ、この後は微妙な読み合いだが、あー、首払いがアッパーが、アッパーが勝つ。あー、苦しい。さあ、うわー、さあ、ユーリフレームの塊のこのキャラには暴れが通じないんですよね。そうですね、なかなか今のはちょっと刻んで8段とか当て身とか、そうなんですよね、ちょっと意識したところにドッキリと密度が高いじゃないですか、リンの通常技って。そうですね、で、暴れは許さないくせに向こうの暴れは速くてそうなんですよね、割られるんですよね。かなり厄介ですが、あとゲージ持った時これほど面倒くさいキャラはいないですよね、本当に。そうですね。さあ、ネムレス機動力がないのでやはりリンを捕まえるのは苦労すると思うんですが、あと打開して、さあ一発決めたいところ。さあ当たれば、うわー、早出しから小足がつながる。さあ、食さんのメンテが入るので、メンテメンテもう行くのかと。オーダーセレクト。さあ、初期さんがボタン配置を変更するという業務中なので、はい、お帰りなさい。はい、 OK ですね。はい、始めてください。はい、モコさんが 1P 側です。 1P モコさん、 2P は覇者。さあ、やはりこのダイモンはまた、あ、同じチームか、色が変わりましたね。そうですね、全部ノーマルから。なんかおじさん、黄色いダイモン使ってる印象があるんだけどな。あ、そうですね、こだわりがない。さあ、モーダの方のキャラクターは K ダッシュ、表強王、クリスかな。さあ、ちょっとどこぞの方を思い出させるチームですね。そうですね、確かにそうですね。いや、モーダさんはかなり久しぶりな感じがします。さあ、この矢神が K ダッシュに行けるんじゃないかという説がありましたが、そうですね、ちょっと昔いろいろざわつきましたけど、するんですよね。うわー、打ち切る。底意地の悪い青い花が見えましたね、今。
ああいうなんか打つ打たないの読み合いおっさん、ね、読み合いうまいっすよね、ほんとずるいですよね残念だからうわーこれは一発そばから5割奪ってさあこの人青いバナしすぎだろう18の青いバナならまだしもこの UM の青いバナでガンガンいきますからねおさんも本当なんか対処されるまで永久にやり続けるタイプですよね。あーそうですね。あーっと決めが聞こえる。さあまあできない方が悪いというのを血でいく感じですね。あこれはまたも青い花。おとなしくしていれば楽なもの。さあ矢神が勝利して大将は表クリス。さあこれはどうなんでしょうね。早出しをしっかり壊しからとがめる。キュアと同じな感じだったら、ほうほう、まあ、技の相性がやっぱりよりがクリスに対して非常にいいんですけど。なるほど。さあしかしこのゲームだとあーっと噛み合って頭 A からこれは終わるか。さすがに終わるか。さすがに終わった。ぴったりぐらいですかね。あのフェラノエサイカでよくとどめを差し切った、はい、さあワンピースワールは万太郎さん。はいそうです。はい、キャラクターは、キングカスミパオ。これはどこかの誰かさん思い出してみましょう。また、はい、伝統のチームみたいな。伝統のチームこの3人多いですよね。多いんですよね。さあおじさんは変わらずユリリン、ダイモン。あこの組み合わせも人によってなんかちょっと意見変わりそうな。てかヤガミってなんかそうじゃないですか。物議醸し出しやすいキャラですね。それは確かになんとなく分からなくもない感じです。飛びが鋭いのと、まあ、ユリユリとかなんだっけクズ風とか嵐要素が強いから、そうですね、やっぱ勝てる時はね勝てるからね、まあ、確かにそうですね。なんかこう昔誰かが言ってたんですけど、はい、KOF をやり始めた人が使って一番嫌なキャラがよりっていう。ああ、やり始めた人と対戦して一番嫌なキャラがより浦屋城クリスとか。なるほど、まあ、そういうちょっと欲望の技があるキャラですね、はいはい、よくなんかキュアスとかでよく不良とかがよく使ったチームじゃないですか。お、何回か話題に出したことあるんだけど、ね、イオリクリスホニャララとかめちゃめちゃ多くなかったですか。イオリクリス、あとは浦屋城ですかね、僕の印象は。あとクラーク、ね、クラーク、あクラークも絶対多かったよね。そのくせなんかそういうキャラでうまい飯食いたいくせにマチュアのエボニーとかでカンプロされると切れるんだよな。すごい分かりすぎてやばい今の。あ、奥さんのいやらしい刻みがさえ渡る振り投げで話を生かして、さあここはスパーキャンをしない。今日はなんだっけ、おにやぎで、おにやぎ、はい、ぴったりフィニッシュ。ゲージあったか。ゲージはパンパン。さあ出てきた大将子供2本持ち。あ裏ガードしている。おじさんなんか体力の6割ぐらい青い花で取ってる気がするんですけど。あっと、さあしっかりしていないと自身で漏らしていく。あっと多分今日おにやきかな。なんとか玉で押し返していくが、さあしかしパオはこれ状況苦しいですね。よりはこうなると捨て鉢で前に出てきて、そうですね、とりあえずもう行ってしまえっていうか、取れればよし負けてもよしみたいなところがありますからね。一番いけないのはパオにゲージを貯めさせながら裁かれることなんですが、さあ青い浜で割りに行く。やっ、あっと、あパオゆえに、パオゆえに分からないが背向けになっていたのでリバダイとか投げは受け付けなかったのかな今。おんさん強いな。